隣部落でちょっと買い物してたんです。そしたら地震でもう買わないでそのまんま、やっぱお仕事さん心配なんで来ました。そしたらもううちはものすごいもう入れる状態でないんです。この近辺の堤防沿いなんですよね。かなりひどく半壊以上したうちもあったけど、でもこの辺っていうの政府ではあんまり騒いでないでしょう。今震災から3年経ってるんですけども、やはりこの世間からの、あの世の中からの関心というのはどんどん薄れていって、特にその津波で大きな被害を受けたり報道されていないエリアの方々、こういった内陸部ですとか遠隔地の方々は、支援がまだ足りてないといった、地域の方もたくさんいらっしゃると思います。どうも、あ、今日はどうも、はじめまして。よろしくお願いします。 CSR、今日やる作業はですね、外壁のひびですとか、崩れた部分というのをまず、セメントとかモルタで埋めていくといったところと、あと内壁に関してもひびが入ったりとか崩れてしまっている部分があるので、そういったところに、大きな穴の場合はボードを入れていただいたりとか、あとはパテで埋めたりというところをやっていっていただくということになります。こういう左官のような仕事は初めてだったんですけれども、なかなかそのうまく小さい枠にそのこれ詰めなければいけなくて、ちょっと思ったよりも手間と時間がかかる作業でなかなか進行してないのが状況です。いつ東北だけじゃなくて関東でも地震があったりするか分かんないんで、結局持ちつ持たれつなんで、できる時にやっぱり少しでも協力できることをしたいと考えてます。もう持つよね。はい。こういう人たちもいるんだなと思って、もう私たちにできないことを全部やってくれるんですもの。本当は感動しました。見てください、これ冬眠だそうです。トウモロコシ食べて自家製です。実際に現場に行ってみるとまだまだ助けを必要としているところはあるんで、それを忘れないように淡々とこういう活動を続けていくというところが大切だと思います。もちろん一人一人が全てのことを解決することはできないんですけど、風化していくけれども、自分がその行ってみてまた思い出すっていうことを繰り返していくことが日本全体で大事なのかなっていうふうに思います。ハビタさんも知り合って、何か困ったらこう一応連絡しようかなとか思います。すごい力になりました。3、2、1、1、2、3。